どうもプロボラの方です。いつもありがとうございます。それではジャパンオープン編第2弾リサージェンス2019でもう1ゲーム投げてみたいと思います。はい、ナノデスグラスプの続きのレーンで投球いたします。よろしくお願いいたします。はい、レイアウトはナノデスグラスプと同じです。どうだ、曲がってないです。惜しいな。はい、薄めだったのでアジャストが必要ですね。さあ、立ち位置を右に戻しましょう。上がってくるかな。まずは立ち位置で調整。ラッキー。ちょっとボールも右に出てしまいました。もっと強く開けた方が良さそうだな。サードだ。ちょっとバランス崩れましたが、ノーヘッドになる今のが。難しいな。そんなに？外は曲がります。何これ？ひどいですね。失投です。あそこまで出れば曲がってくるんですけどね。あれを毎回やれっていうのも難しいと思うので、持ってる位置が違う。さあどうだ。 OK、 完璧。よし、取り戻します。ここから、はい、もう一度同じ投球をしましょう。サードだ。曲がりきらない。難しいな。グラスプ投げた後だからか、曲がると思っちゃうんですよね。
ってるよりもうちょっと外行かないとダメですね。さあ、OK。出過ぎか？セーフ。やっぱあれくらい外なのかな。もう一度。はい。まっすぐ投げれないと。そうですね、私の回転だと。さあどうだ。いやー、あれでもオイルを感じちゃう。いや、ああ投げるから感じちゃうんでしょうね。もっと出してから曲げるのか、それともあそこでしっかり曲がってくるボールを投げるのか、あと1ヶ月しっかり考えないと。半分、はい、さあこれどうだ。はい、外からまっすぐ投げれば投げるほど先が伸びてる気がするので、やっぱそれに捕まってみんな薄めですね。ってことは、もっと曲がるボールを投げるか。例えばこのボールならしっかり転がして曲げないとダメですね。はい、曲がってきませんでした。転がしたつもりだったのに。難しいなあ。さあ、残念。わお、難しい。はい、リサージェンス2019で1ゲーム投球したら185ピンでした、はい、ナノデスグラスプでちょっと伸びたところを投げてしまったのか、思いのほかバックエンドの曲がりが弱くて2番10番崩ればっかり、2番ピンが特に見えていたので、まあ、ボールチェンジのタイミングが早かった、まあ、早かったというか、まあ、これはあえて2019投げたんですけど、表面が合っていなかったですね。このレイアウトで投げるんであれば表面調整をもうちょっとしないと厳しい展開になりそうですね、まあ、スタートですよ。まだ引き始めでグラスプで1ゲーム、まあ、リサージェンスで2ゲーム練習ボールしてるんで、まあ、2ゲーム目3ゲーム目みたいな感じだと思うんですけど、はい、あと1ヶ月しっかり作戦を練りたいと思います。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はよろしくお願いいたします。高評価コメントなどもお待ちしております。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。